包丁は、うん、本当に最初何買えばいいか分かんないから、ね、うん、どういう風にあの選べばいいかっていうのを今日ちょっとね絞ってちょっと取材してみたいと思います。ここはカッパ橋です。はい、世界中そのレストランの、うん、その料理長の特集でここが取り上げられるんだから、うん、へえ、ね、誰が言ったか分かんないけども、向こうでうちの名前が入った包丁を使ってて、そしたらそれを見てきたとか、紹介してもらったとか、ミシュランのなんとか星取ったシェフがうちの包丁を使ってるとか、ね、へえ、高いのはいくらでもあるんだけど、綺麗けど、それはね、もう売らない。どうしてですか？高いすぎもう作れないから。うん、欲しいって言われてもダメ。言ってるね。それ、相場のためですか？何の？そう、お相場。うん、いくらて、いくらて高い60万ね。あ、60万だって。これが？そう。包丁が用途によってはあるけどね。カニがいる。そうです。クラゲさんもいますよ。クラゲさん、これは何？クラゲ、タコ、海、初の落とし、初の落とし、シーホースカメさん、はい、このカメは中国の人がどうしてもその縁起物でカメを集めて、うん、包丁の亀なんか見たことないから絶対作ってほしいって言って、うん、言ってこのうなぎの頭を刺して、うん、まな板に固定するときにここで叩くの、コンッパン、お逆にひっくり返してね、うん、これをひっくり返してこっちでカンッて見たことある、うん、へえ、まあここにうなぎの頭があるで、これでギギギギギギってさばいて、けどこれは京都の人しか使わない。あ、東京の人は使わない。なんかさばき方が違う。何をパッとあれすればいいですか？それ1本ですか？1本です。あ、まあ2本でもいいんですけど、例えば、まあ、そうした場合には、はい、やっぱりあの三徳だけにするか、三徳とペティナイフって、なるほど、にするか、もしくは牛刀とペティあたりにしてあげればほとんどはできるかな。ペティはやっぱりあると便利ですよね。なんかこれはなんか模様がいっぱい入ってて、こっちは何まで入ってるの？これはね、あのわざとこのハンマリングの跡を残してるんです。うん、手作りの包丁っていうのはこのハンマリングして作りますから。はい、ええ、なるほど、うん。ただデザイン的に、そうですね、わざとこのハンマリングのトレースを残してる。これで今日リンゴをちょっと切ってみます。はい、いいね。じゃあこれかっこいい。これお願いします。はい、はい、僕の顔でいいんですか？馬に乗りながらこうやって指バーンって打つとか、あの刀を持ちながら馬を飛び越えてこうやって飛んだりするのは、あれは全部モンゴル系のテクニックなんです。へー、だからそれはほら、クダラとか白木の人たちが随分日本に逃げてきて日本人になったから、それでそのテクニックを伝承したわけ。なるほど、うん、これが包丁の、いや、それは包丁、あ、包丁、包丁、あ、包丁と関係ない、包丁と関係ない話です。違う違う違う、包丁の話かと思って、最終的に一包丁の話が出るかって結構カレー大好きだし、包丁に甘いを入れてもらいます。さすがにスタジオで切った。いただきます。はい、ありがとうございます。すみません。OK、ありがとうございます。